はい、どうも、サンカチェイズヒコです。それでは今回なんですけども、最大 70% 還元タイムバンクが3億円キャッシュバック祭 CM で話題のタイムバンクが第3弾の大型キャンペーンということで、前回の2億円キャッシュバックから引き続き、今回はなんと3億円キャッシュバック祭ということで、今日の18時に正式にスタートしました。まあ今回はこちらのキャンペーンについてお伝えしていこうと思います。一応、まあ、タイムバンクとはどんなものか簡単におさらいをすると、まあ、ちょっとした隙間時間でお得な体験ができるアプリということで、まあ、前回のキャンペーンで僕が購入したものを含めてざっと紹介をすると、タイムバンクで左の写真にもあるように、900円でクリーム玄米ブランを購入して右の写真のように届きます。そしてもう一つ紹介すると、こちらの大阪王将の餃子を購入して右の写真みたいに届くという感じですね。まあ左の写真は100個入りとあるんですけども、僕が購入したのは72個入りを購入したので、まあなんとなくどんな感じで届くかっていうイメージをしてもらうために紹介させていただきました。今回もそのタイムバンクがなんと3億円キャッシュバック祭ということで、まあ最大 70% 還元というとんでもないキャンペーンの第3弾をスタートしました。まあ一応ですね、期間は7月の19日から7月の26日とありますが、まあ前回は2億円キャンペーンが確か4、5日ぐらいであっという間に終わったので、まあ今回も早く終わると思います。で、このキャンペーンについての解説をちょっとしたイラスト付きでお伝えすると、まあ、知ってる方は全然大丈夫なんですけども、今回は A さんが例えばある商品を購入する際に、B さんの招待コードを入力して購入すると、35% のキャッシュバックをもらえます。また、B さんが A さんの招待コードを入力して商品を購入すると、35% のキャッシュバックをもらえます。例えば2000円の商品を購入する場合なんですけども、それぞれ 35% のキャッシュバックで700円をもらって、2人で同じ商品を購入したら最大 70% の還元を受けることができます。ちなみに今回のキャンペーンというのは1人でもお得でして、まあ、例えば C さんが何か商品を購入する際に、まあ、ご友人の方やご家族の方の招待コードを入力したら、自分だけでも 35% 分のキャッシュバックを受けることができます。まあ、実際のキャッシュバックをもらうやり方なんですが、まず左の画像から見てもらったらわかるように、丸1番、まず例えばウィルキンソンの炭酸を選択して、丸2番、注文に進む。そして丸3番の数量を選ぶ画面で、ここに緑で記載している招待コードをここで入力したら、キャッシュバックを受けることができます。最後に注意点なんですけども、初回購入上限というのが2500円と決まってます。まあ、これは上限というのはキャッシュバックの上限ということになってます。なので、一度の買い物で7142円までであれば上限の2500円のキャッシュバックまでもらうことができます。そして2回目以降の購入は 10% のキャッシュバックになってます。あと複数個の場合はそのうちの1つが対象となって、あと毎日リセットされるので1日1回購入は可能となってます。そしてあとキャッシュバックに関してなんですけども、これは2週間後ちょっと先の方になるので、2週間後に反映されるようになってます。まだタイムバンクの登録がまだの方がいましたら、こちら僕の招待コードですが、まあ、登録したら300円もらえますので、ぜひ登録してみてください。下の概要欄にアプリのリンクと招待コードを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで本日はタイムバンクの3億円キャンペーンについてお伝えをさせていただきました。今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。